駅売り店に陳列される日本経済新聞を含む新聞各紙日本経済新聞は日本経済新聞社の発行する新聞であり抗義の全国紙の一つ。略称は日経または日経新聞。社税は中世公平、我が国民生活の基礎たる経済の平和的、民主的発展を期す。最大印刷ページ数は48ページである。 経済誌であるため、株価欄をはじめとして、経済や産業関係記事が多い。東京銀行と三菱銀行の合併など、経済関係の記事で日本新聞協会賞を数多く受賞している。また、大学生や経済学に関心のある社会人向けの連載記事として、経済教室のページもある。日本経済新聞社が算出する株価指数は、 日経225として世界的に認知されている。株式市協欄は東京証券取引所のみならず、札幌証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所の各々のの独自名柄も収録されている。記事中の数字表記については大手新聞社が次々とアラビア数字表記に変更する中で、一般記事内では年齢表記等一部を除いて、 依然として関数字表記中心としていた。また、地方紙も含む他紙では、スポーツ面の記事中の数字表記をアラビア数字表記とする中で、一部を除いて関数字表記としていた。さらに、記事中のパーセント表記中の数字表記の関数字表記は、日経以外、他紙では、ほぼなくなっていた。2009年6月1日付け長官により、 一般記事内でもアラビア数字での表記に変更した。日経特有の内容として企業の発表する隠し広告の掲載が多かった。3月期決算の主要企業の株主総会の集中する6月下旬の紙面は財務書表の決算広告で数十ページの別ずり紙面が付録され、本紙を含め全部で100ページ近くになる場合があった。しかし、2005年2月に 電子広告制度の導入が法律で施行のち原則的に自社のウェブページにのみ掲載する企業が急増したため、別ずり紙面は過去のものとなった。この他政治面、社会面も充実しているが、スポーツ関係は口実する競馬を除いて弱い。例外的にサッカー関連を特集記事として一般紙よりも大きく取り上げる場合がある。地方版は、 経済関連を除くと弱い。芸能人個人のニュース関連はほとんどない。社会面の4コマ漫画、読者による投稿欄もない。土曜日には2部紙にあたる日経プラス1が発行されている。競馬については、系列のラジオ日経が日本中央競馬会主催の中央競馬レース公式実況を受け負っている関係や複数の協賛レースがあることから、 一定の強みを発揮しており、競馬専門の記者がグループの放送メディアに出演し、解説を行っている。第一テレビ欄は他の多くの新聞が最終面に掲載しているのに、対し日経では中面掲載となっている。2009年3月まで一部地域では地元紙に倣って TXN 系列局を NHK の次に掲載していた。また、 TXN 九州が1996年に日本の地上波テレビ局として初めて韓国連続ドラマの放送を開始した際には福岡県向けの紙面で毎週その内容を載せるなど TXN 系列局のある地域版では当該局の番組内容紹介に力を入れている自社系列の販売店が少ないため読売新聞や朝日新聞毎日新聞中日新聞 西日本新聞の各販売店に委託をしている地域が多い。契約に際しては販売店が独自の判断において契約者に物品を提供することを認める新聞社が多いが日経ではこのようなことを行わない。年度代わりの4月には日経が経済用語辞典ほか冊子を編集し契約者にプレゼントするサービスを実施している。低価は 一部売り付き決めである。自社工場のほか1980年代以後日本各地の主要な地方新聞社と印刷面での委託提携を積極的に行っている。一方、インターネット上では日経ネットを開設して無料のニュース記事を提供していた。2010年3月23日以降、日本経済新聞電子版にサイトリニューアル、これに伴って、 記事閲覧を原則有料化するとともに、すべての掲載記事の閲覧に際して、有料会員登録が必要となり、同年3月1日より、会員登録受付を開始した。URL も、h t t p w w w n i k c o m スラッシュに、移行、旧ドメイン。 http://www. <ッ>日経 .co.jp 下で掲載されてきた過去記事はすべてリンク切れとなった。現在は有料会員登録に最始月額4200円を要する日経新聞宅配定期購読者については月決め購読料に1000円増しにすると同じく有料会員登録できるようになっている支払い手段は サイトリニューアル当初からクレジットカードに限定。また、無料会員登録のプランも用意されており、この場合、有料会員限定の記事が数量限定ながら閲覧可能。2019年7月10日からは、日本経済新聞社とテレビ、東京ホールディングスも出資しているインターネット、動画配信サービス、パラビとのセット割引も用意されている。サイトリニューアルに伴う、 記事閲覧の原則有料化について、社長の北常雄は、ネット上のコンテンツは無料という観念があるが、良質のコンテンツは、ただではない。欧米のメディアはすでに挑戦していると語っている。これについては、当時広告収入に頼っていたニュースサイトの運営が、議論に立たされていることを吐露したものと受け止められている。なお、電子版は、マルチデバイス対応を進めており、 PC ブラウザ向けのウェブサイト、モバイル端末向けウェブサイトに加え、モバイル端末向けアプリケーションには、モバイル端末向けのレイアウトに再構築された、日本経済新聞電子版アプリと紙紙紙面をそのまま読むことができる、日本経済新聞紙面、ビューアアプリがある。それぞれ iOS、Android、Windows8 に対応しており、同一の ID で使用することができる。 人工知能技術を利用した記事の作成に関する研究を進めており、すでに東京大学松尾豊研究室や言語理解研究所と共同で開発した技術によって上場企業の決算データをもとに公表後数分で決算サマリーを完全自動で作成し公開している。2017年1月現在、日経電子版の有料会員数は50万人を超え、 新聞メディアの有料電子版としては、ニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナル、フィナンシャルタイムズに次ぐ規模であるとしている。高読世帯の平均世帯年収は他の全国紙よりも高く、企業幹部との親和性も強いという。また、大卒、院卒の割合も主要全国紙の中で最も高い。2009年の新聞通信調査会の調査では、最も保守的、イコール10点。 最も革新的イコール0点という分布の中で5.2点だった。日本経済新聞社はテレビ東京と定期的に共同世論調査をしている。2013年からは日本経済新聞電子版の有料、無料アカウント登録者が投票できるクイックボートでのアンケート調査も独自に行っている。2017年6月初頭にクイックボートによる内閣支持率が テレビ東京との共同調査結果より約30%も低くなった。それに対して日本経済新聞はクイックボートは政府に不満を持つ多くの方がわざわざ訪れたことで回答者に偏りがあり全国の有権者の縮図といえるデータ標本調査とは異なる停止自立になったと批評している。中外物価新報日本経済新聞社に関する遠隔は 同項目を参照有観が発行されるセット版の地域は山梨県を含む関東地方1と7県、静岡県、東海地方3県、近畿地方2府4県、山口県、福岡県、佐賀県である。多道県は長官のみの全日版である。そのため長官では大事株の当社所在地一覧に札幌支社とあるが有観では割愛されている。 なお定期購読に際しては、セット版地域では、全日版、逆に全日版地域では、セット版をそれぞれ購読することはできないことになっているが、販売店の判断で、セット版地域で長官のみあるいは有官のみの購読は可能である。かつては、沖縄県も2008年の発行開始当初は、セット版だったが、2018年1月からは、沖縄県地方市同様、 全日版に変更された。岡山県、広島県は基本的に全日版のみだが、JR 西日本岡山駅と福山駅では、キオスクの一部で大阪本社発行の有刊を販売している。関東県、近畿県、中京県、福岡県、佐賀県、北海道、静岡県、岡山県、沖縄県1、カ月分の全紙面を A4 サイズに縮小し、一冊の書籍にまとめた。 新聞宿舎版が毎月下旬に発行されている。2020年8月10日、香港の貧火日報本社が襲撃された際、創業者、はじむともひでしをはじめ、周定氏ら社会活動家が逮捕された。同日、日本経済新聞の香港オフィスも香港警察に捜索された。日経ビルと JA ビル、 経団連ビル以下の番組は日経本体が制作に深く関わっているもの。日経史上で期かありがとうございます。